フリントコーンはトウモロコシの一種である。一つ一つの粒の外側に柔らかい胚乳を保護する硬い層があるため、火打ち一種のようだということで、フリントコーンという名がついた。フリントコーンはトウモロコシの主要な六種のうちの一つであり、あとの五種はデントコーン、ポットコーン、ポップ種、フラーコーン、スイートコーンである。20世紀初め頃、 ホワイトフリントコーン畑の様子フリントコーンはトウモロコシ類の中でも最も古くから知られていたものの一つである。フリントコーンはグレートプレーンズのポーニー族をはじめとするニューイングランドや北部の州一帯に住むアメリカ先住民が栽培していた3種のトウモロコシのうちの一種である。考古学者の調査により、紀元前1000年より前から現在のアメリカ合衆国にあたる地域でこうした。 トウモロコシが栽培されていた痕跡が見つかっている。アメリカに西洋人がやってきてからは初期の植民者にとって重要な農作物となった。よく熟したデントコーンにはそれぞれの粒の中にはっきりわかるくぼみがある。フリントコーンにはくぼみがない。フリントコーンはデントコーンよりデンプンが少なく、デントコーンと違って一つ一つの粒にくぼみがない。 粒の全体が硬い澱ンプンの層に覆われている。フリントコーンは害虫に強く、温度が低くても受粉が可能である。非常に水分が少ないため、他の野菜に比べて、凍結に対する耐性が強い。1816年、ニューイングランドは悪名高い、夏のない年に襲われたが、バーモント州で生き残った作物は、フリントコーンだけであった。フリントコーンの粒は、 他のトウモロコシによく見られる白や黄色のみならず、青や赤など多様な色をしていることも多い。グラスジェムコーンをクラホマ州に住むチェロキーの血を引く、イクシカ,カール・バーンズは、アメリカ先住民が栽培していたトウモロコシ類を掛け合わせて、グラスジェムコーンというフリントコーンを開発した。このトウモロコシは一つの保軸に非常に色々な色の粒がつく。極めて色鮮やかであるため、 食べ物というよりも、スワルフスキークリスタルのような外見であると言われ、2012年に Facebook に写真が掲載されて話題になった。種は一般に販売されている。フリントコーンのホジクスイートコーンとは異なり、硬いので熱してそのままホジクから食べることはできない。硬い花火費を溶かすため、アルカリ性の水につけるニシタマリゼーションというプロセスを経て処理する必要がある。 ひきわりとうもろこしにしてポレンタやコーンブレッドとして食べることができる。ポップ種はフリントコーンの一種だと考えられている。フリントコーンもポップコーンとして食べられる。フリントコーンは色鮮やかであるためアメリカ合衆国では感謝祭の時期に装飾のために使われることがある。1621年に行われた最初の感謝祭ではおそらく フリントコーンの収穫を祝うことが行われたという伝承がある。ありがとうございます。